マスタリキ、低いボールは高峰、まだある、乾切り返した、大久保かわした、右足、キーパー全く動けません。もう一度坂本から松田力、中、大久保ヘッドだ。大久保嘉人がこの長屋に戻ってきた。さあ右からの仕掛け、大久保はシュートがあります、打ちました。うわ、なんと始まってたったの4分、轟に来た。ちょっと足元滑るんですかね、かなり試合前水まいてました。大久保先制、大久保参戦連続4ゴール目、ヘッド一発決めて、青山からの立てパス、大久保、大久保トラップした、シュート決まった。今の大久保のファーストタッチ、ね、はい、完璧だよね、これ、はい、アフリカ勢みたいな、もう本当しないからね、ここに止めるかっていうところに置きましたね、ボールほら来た、ほら拮抗はしてます、はい、松本チャンス、浮き球など、大久保嘉人だ。クルスを相手に轟で待った大久保嘉人。山田から裏へのボール、さあ上原からの低いボール、シュートを打つ、もう一度シュート、大久保嘉人が決めました。守備の加入の初ゴール、そのまま車へもらう、中入れる、拾う、さあチャンスだ、フロンターレ、大久保試合を決める4点目、大久保今シーズン2ゴール目。そして裏を狙っている大久保に渡る、さあ倒れた、大久保、大久保シュート、クリーンシートはならず、キム・ミンヒョクのミスをついて大久保嘉人が決めました。一瞬の隙でしたね。